本日は生命科学研究科の細胞認識学分野上村先生の研究室を訪ねました。こんにちは。細胞認識学分野へようこそ。今日は私たちがどのような研究をしているかご紹介しましょう。私たちは3つのキーワードを使って動物が成長し健康を維持する仕組みを研究しています。最初のキーワードは神経系です。次に食性、ダイエットです。そして最後に力です。この順に説明しましょう。私たちは外界からさまざまな刺激にさらされています。例えば痛みを伴うような刺激を感じたら神経細胞が働いて私たちはその痛みから逃れようとします。そこで痛みのような感覚のインプットから動物の行動のアウトプットまでをつなぐ神経回路の働きを明らかにしようとしています。その目的で私たちは独自の顕微鏡システムを組み上げたのでご案内しましょう。この顕微鏡の台の上には私たちがモデル動物として使っている症状媒の幼虫を置いています。幼虫は私たち人間と同様に高温の物体に触れたときに熱いという痛みを感じ取る感覚神経を持っています。この神経細胞に赤外線レーザーを当てて熱刺激を加えます。レーザーを使うためピンポイントにかつ短時間だけ熱を加えることができます。この動画はその際の神経細胞のカルシウムの量の変化を示しています。明るい場所がカルシウムが多いところです。普段は全体的に暗いのですが、ひとたび熱が加わるとこのようにパッと明るくなり、カルシウムが一気に上昇したことがわかります。このカルシウムの劇的な変化が熱を感じた際の神経の活動にとても重要であることを私たちは突き止めました。次のキーワードが食性、ダイエットです。私たちは単一の食品ではなく毎日いろいろな食べ物を食べてますよね。この時私たちの体の中ではその時その時に摂取する栄養のバランスに応じた仕組みが働いて生命活動が支えられているんです。ではその仕組みの実態とはどのようなものでしょうか。この問いを解くために私たちは食性、ダイエットが異なる症状媒の禁煙種を研究材料に使っています。これがハエのインキュベーターです。この中にはたくさんの種類のハエが入っています。これが研究で広く使われてきた黄色症状媒です。野外では発酵した果物をはじめとしていろいろなものを食べて生活しています。このような種はさまざまな栄養状態に適応して発生することができます。一方で禁煙種の中にはこのように羽にスポットがあるものや体色や体の大きさがかなり違うものなど見た目にも異なっているものが多く存在します。特にこちらの羽にスポットのある種は特定の花しか食べないことが知られており、特定のもの、花や果実しか食べない種というのは栄養状態の変化に適応しにくいことを私たちは見出しています。そこで黄色症状媒はなぜ何でも食べて発生できるのか、別の種ではなぜそのような適応ができないかを、その違いを明らかにしようとしています。方法としてはそれぞれの種のゲノム情報を活用したり代謝を調べたりしています。複数の種を用いることで一つの種だけを研究しても分からなかったことを発見できると期待しています。最後のキーワードは力です。物理的な力が組織や器官の形態形成に果たす役割を研究しています。その一つは昆虫の羽の形、プロポーションが決まる仕組みを研究しています。あるいはマウスの卵管を対象として細胞、二次元の組織、
3次元の器官をつなぐメカニズムを研究しています。いずれも実験に加えて数理モデルを作ったりして共同研究をしています。以上、私たちの研究を紹介しました。ここにいるのは今回登場してもらった研究室のメンバーたちです。私たちの研究に興味のある方は研究室ホームページをご覧いただき、ぜひご連絡ください。